てきました、ね、さあ、はい、岡田新監督がいよいよ、はい、動き出しました、はい、正式にね、就任会見も終わりましたし、はい、いや、いろいろね、面白い岡田さんの構想がちょっとずつ、いやもうあの内野手見てたら、はい、下柳が、ね、うん、いてね、お前だったらグラブって言ってたよね。そういうのことは、まあ、岡田さん面白いよ。面白いですね、やっぱり面白いですけれども、面白い発言ただ出てきました、はい、興味深いものが、まず、はい、大山選手を一塁、そして佐藤輝明選手を三塁、これはもう不動にすると、はい、固定です。固定ね、はい、いや、いいんじゃないの。お、これはもういい。あのね、はい、いろいろやらすからミスが起きるんであって、うん、固定でやらしてたらある程度は収まるよ。だからまあそういうことは岡田さんがよく知ってるよね、はい、で選手の負担をなくして打つ方に専念をしてくれという、はい、まあ、そういうことも含まれてるよね。そうですね。で、打つ方といえばクリーンナップを大山選手そして佐藤輝明選手に任せて、はい、全試合で変えないしダイソーも送らないと宣言しました。宣言やめといた方がいいいや、そうだ、何が起こるかわからないしさ。そうですよね。そう言っててそれを変えたりとかすると、いや、ブレたとかさ、はい、すぐ言われるから、はい、もうそんなことをさ宣言しなくてもいいんだよ別に。そうですよね。宣言しなくまあでもお母さんというのは、はい、やっぱある種リップサービスもあったりだとかするし ね、はい、だからそうやってやったら見出しになるじゃない、うん、新聞とかの。だからまあそういうこともちょっと考えてるのかなっていう感じもするよね。例えば延長12回とか11回で大山選手が出てダイソー送らないとか、そういうことはない。まあ送るよな、うん、いやだからそれは突っ込まれて、いや、あの時はダイソー送らないって言ったじゃないですかって新聞記者に言われた、うん、アホって、うん、あんなところで送らんバカおらんやんって多分一周すると思うけども。やっぱりそうですよね、うん、だけどダイソーは送るって。あ、そうなんですね。送るよ。あと大山選手に関しては、はい、走塁もっとゆっくり走っていいと。まあ打って一塁まで走るのに全力疾走で走ってるよね、はいはい、その全然悪いことではないけども、はい、お母さんの表現を借りると、はい、いや全力でやったように見せてるけど、うん、全力ではないだろって、はい、ね、見せかけだろみたいな、はい、そんな見せかけいらないからって、はい、多少抜いたって分からしねえよっていうようなもうね、お母さんって本当合理的な人だから。あ、そうなんですね、うん、それとやっぱこう考え方に幅の大きい人だから、はい、だから 90% 一生懸命 100% 一生懸命、うん、本当に100かって100だったら振り切るっていうか怪我しちゃうんじゃないかっていうような、はい、まあ、そんな感じの考えを持つ人だから、はい、一生懸命100に見せてるけど実は90だろみたいな、それを100に見せなくていいよっていい無理するなってことだ。こっちはもう分かってるよ。そうそうそう、分かってる。そういうことだよ。岡田さんもあれは一生懸命やってるようで一生懸命やってないって言ったのはそこだったんですね。だからそこら辺はやりすぎんなってことだよ。なるほど。いいじゃんな、うん、そら指揮官としたら全力だぞみたいな言いながらも、味方とすれば、うん、多少抜いてるけど、まあ、このぐらいでいいかって、うん、妥協点を持ってるから。そうですね。 100% でやってしまったら怪我にもつながるじゃないですか、ね、本当に 100% で全力疾走一塁までずっとやってみ、うん、足切れるか。そうですね。本当に切れるか。豊さんでさえやっぱりそこら辺はね。いや、それは一塁に走るのは抜いてたよ。まあセカンド盗塁の時は抜きはしないけどさ、はい、でも盗めたって思った時には、うん、多少抜くよ。そうですよね。抜いてもセーフになるなって思ったら、そこら辺は自分の体とも、うん、そうですよね。そうだね。怪我しないように、はい、あとは右の助っ人、外国人を要望した、はい、そりゃそうだね、はい、浜風考えると右しか成功しないし、はい、まあ、バースっていう時はラッキーゾーンあったしね、はい、あ、だからラッキーゾーンがあったらそれでも左でもいいんだろうけども、はい、まあ、なくなった以上はやっぱあの浜風に乗せて長打を打ちたいよね、はい、そうですよね。だからまあ右っていうことを限定したんだろうけど、外国人がね、あの野手はもうすべて退団になってしまったので、はあはあ、やっぱり取らないと、そこは。まあそりゃそうだろう、うん、まあ一周したかったんだろうな、あ、変えたかったっていうのもあるんでしょうね。まあ、そうそう、まあ渋谷でね、観光してたけどね3人で仲良かったんだないや、なんか良かったんでしょうね、まあ、矢野政権、はい、
で残るコーチがいないという、はい、で要請も出したんだけど、うん、一旦断られてみたいな阪神側がね、うん、でやっぱそう考えると矢野政権って一枚岩で非常にいい組織だったんだろうなって思うよね、はい、逆にそうですね。そうで外国人も3人まとまって渋谷で観光仲良かったんだろうなと思って仲良かったんでしょうね。いいよなそうですね、はい、でそこから見えてくるのが、はい、やっぱりその最初大山選手と佐藤輝明選手をやっぱり固定する。 それによってやっぱり守備っていうことを岡田さんはおっしゃってた。そりゃそうだよ、エラーが多すぎると。多すぎるよ、はい、でそんな中でコーチとして招聘されているのが馬場さん。馬場ね、湯田さん一緒に。馬場面白いんだよ。面白い、どんな方なんですか。あいつはね、ボソッと言う言葉が面白いんだよ。例えば、どんな感じのこと言うんですか。意外と寡黙なんだよ。寡黙だけどなんか選手を乗せたりだとか、はい、そういうのはうまいコーチだよね。へー、あとしつこい。しつこい、いつまでも乗っくってるよそういうことは、お前まだ打ってんのって、うまくならないんですもんとか言いながら。じゃあもし招聘されて OK であればキャンプはずっとノック結構やってらっしゃる、うん、多分ね、明るくやるからあ、じゃあいいです、うん、明るく。で自分が走るのが好きだから。選手大変ですね。大変だよ。でもその馬場さんをやっぱりその守備のコーチとして置いたということは、はい、まあ、オリックス時代に一緒にやってるからね、はい、お母さんとね、うん、はい、だからまあそういう気心も知れてるというか、うん、馬場は非常に口数も少ないし、もう与えられたこと、まあ、例えば守備をうまくしてくれって言ったらもうしつこく専念するコーチだから、だからいいと思う、うん、特にやっぱり内野、まあ、外野も含めてでしょうけど、やっぱり内野の守備っていうところにも岡田さんは。内野の守備、はい、それは内野崩壊してるもん今。まあそうですよね、うん、だからまあそれはうまくさせるだろうし、はい、ただなんていうの、やっぱ甲子園っていうのはね、それなりに難しいよ、やっぱ守るのは、はい、風があったりだとかなんとかって、まあ、内野が全部土だとかね、うん、で走った跡が残るとか、はい、まあ、いろんな条件が悪いよ、うん、やっぱ今人工芝から比べると、そこをやっぱうまくしていくっていうのは大変な作業だけどね、うん、まずはやっぱキャッチボールをさせることだよ。そこで基本もうね、本当にボールの投げ方から一から教えてやる、はい、それはやっぱ送球ミスが多すぎる。これはやっぱキャッチボールだから、はい、だから取ったらもう絶対ミスしないぐらいの徹底したキャッチボールをさせた方がいい、うん、昔根本さんっていうのがいて、はい、西武からソフトバンク、まあ、その時はダイエーかな、行った時にとにかく何をさせたかって30分間ぐらいもうずっとキャッチボールさせてる。長いですね。いや長いよ、もう徹底してのキャッチボール、はい、これが野球の基本だ。それもう誰でも分かってることなんだけども、だからそこでミスが出ちゃうと何もできない選手みたいに見えちゃうじゃない、はい、だからキャッチボールできない選手がバッティングやったって何したってダメでしょみたいな、うん、だから徹底して馬場はキャッチボールから教えるべきだよ、うん、キャッチボールってもうこうやって投げるのもいいけど もうとにかく取ってからどうやって投げるかっていうところを教えてやった方がいい。あ、そこからそ そこを教えてやった方がいい、うん。以前おっしゃってたのがその中野選手、ショートではなくて中野選手はセカンド、中野はセカンドだな。岡田さんもどうなんでしょう、中野選手に関してはそういうふうに考えてるところもあるかもしれないですか。まあ、これは人の見方だからな、はい、岡田さんだったらチームを預かったわけだから、はい、誰がショートが適任かっていうのをまずこう見るよね、うん、そしたら中野になるかもわからないけども、はい、俺は中野はセカンド行ったら守備のミスは減ると思う。うん、でそれ以上にうまい選手を取ってくるとか作るとか、はい、うん、そういう作業の方がミスは減るだろうな、うん、中野はその距離感、ファーストのその距離感っていうのが遠すぎるんだと思うよ彼には。だから送球のミスが多いんだと思う、はい、近くなると送球のミスだけはなくなるから、うん、で中野のその送球ミスがなくなったら多分半分ぐらいエラーがなくなるんじゃない。あ、それ大きいですね。大きいでしょ、はい、ということはショートに誰か作った方がいいんじゃないかって思う、ね、うん。そこら辺ね、岡田さんやっぱ守備を徹底させるっておっしゃってるだけで、お母さんは上手かったからね、守備が、守備範囲はそんなに広くはないけど、はい、でお母さんは守備は上手かった方だから。うん、そうなんですね。あと、まあ、打順とにかくクリーンアップはもうね、その2人で絶対にっておっしゃってましたけれども、大幅なあとは入れ替えとかは岡田野球ってどうなんでしょう。いやいや、大幅っていうか、まあ大山をファーストにして佐藤をサードに固定をする、はい、うん、これだけでも大幅だよね。やっぱりだから外野丸脇になっちゃったから、ま
まあ、あの近本選手が近本がセンターにいるだけで、はい、でまあ、助っ人呼んできたらレフトでしょ、はい、でライトも誰か作らないといけない、はい、そうですね、ここからまた作っていかなきゃいけないし、ただその1、2番を前任の矢野監督がやったような、まあ、ああいう足の速い選手でっていう、まあまあそうだよね、はい、でそれはそんなに変わる必要もないし、うん、変えたらもともと打ってた人たちが困るよね、はい、そうですね、あと糸原選手だったりどうなるのかなって、あ、だから構想の中にどうなのかなっていうのはあるけどもね、はい、まあでも実力があるから、うん、そのなりに使われるとは思うけどもね、はい、じゃあどこで使うんだって、うん、ただ中野がショートからセカンドにコンバートされたとしたら、はい、糸原の出番っていうのは相当なくなるよね、そうですよね、うん、だからやっぱり二遊間でどの球団も困ってるからね、でもやっぱお母さんの野球っていうのはセンターラインをしっかり固めていく野球をすると思うよ、うん、だから近本はいい、まあ、梅ちゃんだったら梅のもいい、はい、あとはやっぱりどういう組ませ方をするか、うん、二遊間で、うん、まあそこが最大のテーマじゃない、おー、まあ里照とか大山とかほっとくよ、もうね、もうそこでしっかりやれよみたいな、うん、そこでいらしたら知らんぞみたいな、うん、あともうピッチャー陣はね整ってるので、そこを岡田さんがどうのこうのってことはなさそうですか、なんかあの JFK 作ったのがその岡田さんだったので、なんかそういうのを、まあもう出来上がってるよね、うん、JFK っていうかね、まあ、そうですね、ただまあケラーが残ったっていうのはすごくいいよね、はい、先発で使ってもよし中で使ってもよし、まあ抑えもできるとは思うけどね、はい、彼はやっぱりいいピッチャーだしさ、うん、だから彼をどう使うのかとか、うん、まあ先発はいるよな、いっぱいいますもんね、中継ぎもいる、そうですね、湯浅投手はあの中で行くんですか、抑えとかで、まあ中で、まあそれは分からないけども、うん、ただその岩佐、はい、これは FA なんでしょ、はい、そうです、2人だからこれ左が2枚仮に抜けたとしたらちょっと痛いよね、大きいですよ、残ってもらわないとっていう、うん、だから、うん、そしたら左が欲しくなるよね、はい、ドラフトとかでもね、うん、そうですね、ピッチャーが、うん、まあドラフト終わってるのかどうか知らないけども、はい、いやだから左ピッチャーをどうするかとか、はい、まあいろいろ課題は残るけどね、そうですね、まあ、浜地とね湯浅は大丈夫、ただ若いだけに、うん、今年1年投げたものが来シーズン疲れとして出てくるのか、はい、そこら辺はちょっとまだ分からないからね、チームを預かってたわけじゃないから、はい、だからまあそこら辺がちょっと不安だけども、うん、まあ、そこら辺がクリアになってくると投手陣はそんなに心配する必要はないけどね、そうですね、うん、やっぱりなんといっても野手陣、まあ、守備であったりとか、そ う,、ね、そういったところが、まあ、今年から言うと守備は全然ダメあのなんていうのピッチャーがいい、はい、でそうだな、打てない、はい、繋がらない、それと守れない、はい、まあ、ここの2点だからさ、うん、あとは攻撃面ではもう走れる、はい、これが最大の強みだしさ、うん、あとはどういうふうにつなげて守れるようにするのか、はい、まあ、そこだろうね、そうですね、まあ、徐々にですけれども岡田さんを支えるコーチ陣も発表になってきていますし、ね、またこの後も発表になると思います、馬場に情報もらいたいぐらい、あ、もらってくださいよぜひ、いや分かんないあいつもボソ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 言うけど肝心なところは絶対言わないタイプだからちゃんと答えるね、あいつはね本当優秀だから、あ、それはいいですね、そう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 、球団にとっても、はい、はい。